SNS が普及し、今何が話題になっているのか私たちはすぐに知ることができます。今年の夏は猛暑ですね。この猛暑の夏、一体今はどんなニュースが世間を騒がしているのでしょうか。皆さんこんにちは、星真奈です。今回は今 SNS で話題になっている旬なニュースを7つご紹介します。1、かわいい雪見大福？まずは皆さんに和んでもらいましょう。雪見大福の容器はすっぽり入っています。最後はひょっこりはん、最高に可愛いですね。2、ある寮の張り紙。ツイッターで投稿されたある寮の張り紙、今年の猛暑の恐ろしさがわかります。扇風機とエアコンをタイマーで切れるようにすると、夜間の熱中症で最悪の場合死に至ってしまうそうです。怖いですね。皆さんもお気をつけください。3、レベルが上がったシリ。こちらもツイッターの投稿。シリに笑わせてと言ったら返ってきた答えがこれ。明らかに笑いのレベルが以前よりも増しています。なかなかやりますね。4、電車に乗って座って見上げてみたら。電車に乗り座席に座りふと見上げたら、こんな光景だったらちょっと驚いてしまうというツイッターの投稿です。コロッケがたくさん吊り下がっているように見えます。もちろん食べられないコロッケですが、ちょっと電車の中が異様な光景になっています。投稿者さんも一瞬幻覚だと思ったそうです。5、今年の夏蚊に刺された？突然ですが皆さん、今年の夏蚊に刺されましたか？そういえば蚊に刺されてないなぁだとか、いや明らかにいつもの夏よりも蚊に刺される頻度が少ないと思った人、それ蚊のせいではないようです。実は蚊は気温が35度以上になると活動をやめ、さらに気温が上がると死んでしまうそうです。今年の夏は気温35度超えが日本各地で観測されています。蚊が生息すらできない気温に今年の夏の日本ではなっているようです。外でお仕事をしている人をはじめ、この猛暑の中外に出なければならない方々、無理をしないように水分補給とこまめに気をつけてくださいね。何せ蚊でさえも活動停止をしてしまうぐらいの気温なのですから。6、猫が気になって仕方がないもの。何か気になるものがあって壁をずっと見上げている猫、その動画が SNS で拡散され話題になっています。猫ちゃんの視線の先にあるものは何なのでしょう。なんと猫の形をした掛け時計。程よく丸みを帯びたフォルムと繊細な尻尾の動きが特徴的で、猫ちゃんはこれが気になって仕方がないようです。こちらの猫の掛け時計は著名なバスケタリー作家、時計作家の藤井啓太郎氏によるもの。すべて手作りの人気商品で、撮影者さんも注文から半年以上待ったそうです。この時計欲しいとこの動画を見た人からたくさん寄せられています。7、息子の宿題が全くわからない。小学生の息子さんを持つツイッターユーザーの息子の宿題がわからないという投稿です。皆さんわかりますか？この黒いぼやーっとした塊は何でしょう？正解は原っぱだそうです。絶対原っぱには見えませんよね。これを宿題に出された小学生も大変です。いかがでしたか？猛暑ならではのニュースに可愛い動物の画像、面白い日常の様子など、今様々なことが起こっていますね。皆さんの周りでも面白い出来事はありますか？もしあったらぜひ教えてくださいね。あ、私のライフラインの麦茶がない。この猛暑に麦茶を切らすなんて、なんてことを。皆さんも真夏の麦茶チェックはお忘れなく。あとスターランキングのチェックもね。